皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい、本日は著者の CP というコンパクト財布に新しいシリーズが登場いたしまして、こちらの紹介をしていきたいと思います。はい、はい、簡単にこちらのお財布をご紹介いたしますと、この二重フラップ構造になっているんですけれども、蓋が2枚ついてます。こちらとこちらにあります。で、1枚目の蓋を、開いていただくとこんな感じで開きまして、カード欄とお札ポケットが出てきます。はい、で、もう一つのフラップを外していただくと、こちらがコインポケットになっております。はい、著者のアイテムは1枚の革を折り紙のように折り込んで作っているんですけれども、こちら見る限り全く金具も縫製もしていないのが分かるでしょうか。手に触った時に全くこう引っかかりがないので、肌触りがいいお財布の一つです。そして今回新しく入ったシリーズが、はい、こちらの金と銀のシリーズになります。で、今お出ししているのが、左側が 3.5、はい、2つ折りのサイズです。で、右側が 2.5 の三つ折りのサイズ感になります。はい、こんな感じでちょっと今は全色揃っているので、じっくりちょっと見ていただきたいなと思います。はい、で、下地の色は3色展開ございまして、マイルドとビターそしてブラックの下地になっております。で、ペイントの方は金と銀の、2色のペイントが入っています。で、こちらはランダムのペイントになっているので、一点一点表情が違うのが愛着を感じるところかなと思います。で、先ほどご紹介した著者のアイテムは1枚の革でできているので、こう内側とかも、はい、全てこのペイントが入ってますね。はい、なんか一つ一つ柄の出方が違うのが、ね、やっぱいいですね。そうですね。で、まあ、すごい形としてはかなりシンプルで、色味もかなり落ち着いているんですけれども、こういうゴールドとかシルバーのペイントが入るだけで、すごい手元が彩り豊かになっているかなと思います。ゴールドの方はかっこいい、うん、かっこいいですね。女性にも男性に、はい、しやすい。そうですね、すごい豪華な装飾になってますね。シルバーの方も見ていただきたいと思います。2色のシルバーを使っているみたいで、わかりますかね、白っぽいシルバーとグレーっぽいシルバーが2色入ってます。これはこれですごいおしゃれですね。はい、あんまり周りとかぶりたくないっていう方は、著者の CP の金銀シリーズは大変おすすめです。はい、ということで今回は著者のコンパクト財布 CP2.5 と3.5 の金銀シリーズをご紹介させていただきました。実店舗の方で著者のイベントをさせていただいております。4月21日から約2ヶ月間神戸と大阪の方で著者のポップアップイベントを開催しておりますので、こちらのイベントにもお立ち寄りいただけると嬉しいです。はい、動画の概要欄の方に商品ページのリンクを貼っておりますので、ぜひ商品ページでも詳細をチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。